コロナウイルスの事件もですね、まあどうやら峠を越えていろんなことをまとめて考えておかなければならない時期になりました。それで最近お医者さんなんかが盛んにブログに投稿されるようになって、まあ、医学的な内容も次第に明らかになりました。まあ、お医者さんっていうのはちょっと独特の、まあ、癖っていうか、まあ、そんなこと言うとまた非難されるんですが割と自信が強いんで広く調べられてお話になっている場合と、まあ、一面的な場合もあることはあるんですね。ですから厚生労働省のデータだけ見ればいいじゃないかとか、それから、素人が口を出すななんて言ってますけども、やっぱりこういったコロナのような大きな問題、社会的問題はですね、全員の知恵を働かせることが大切で、まあ、厚労省と医学会が中心となって奮闘せなきゃいかんのですが、まあ、それには多くの人がまたそれに参加してですね、意見も述べ理解もし対策も取るっていうふうにしないとですね、お医者さんがいつものように俺たちが分かってんだからっていうのもちょっと問題ではあります。それから間違いも随分されてますので、まあまあお勉強されていただきたいと思いますが、このシリーズをちょっとこのまとめのところに続けようと思うんですね。ここに貼ったグラフはインフルエンザの流行曲線なんですが、普段はですね、まあ、1日に 何十万というふうな患者さんが出るんですけど、まあ今年はですねコロナウイルスの流行だろうと考えられますが、それかもしくは去年一昨年と非常に流行したんで、まあ、免疫を持った人が多かったか、まあ、いずれにしてもですね、この図では赤い太い線なんですけども、例年に比べても全然、まあ、2分の1と言ってもいい、3分の1とも言ってもいいっていうぐらいの患者さんで済みました。まあ、コロナウイルスが今注目されてますので、コロナは怖い、コロナは怖いって言ってますが、コロナの症状とインフルエンザの症状と比べますとね、まあ、やっぱり両方とも結構辛いですよ。ですから、まあインフルエンザにかかりたくないと思ってる人随分いるでしょうね。それからインフルエンザと常に比較してものを考えなきゃいけないっていうのが、まあ、僕のこのブログの一つの特徴なんですが、例えばインフルエンザはワクチンがまだできてないですね。コロナの新型コロナの一つである SARS もですねワクチンができてないですね。ですからなんか一般的に、今度のコロナウイルス武漢風邪、武漢ウイルスはすぐワクチンができるようなこと言ってますけど、そんなんだったら毎年ものすごい患者さんが出るインフルエンザのワクチンでも先に作ってほしいと、まあ、僕なんか思いますね。まあ、そういう点でいろいろなことを考える上でコロナのことばっかりじゃなくて近いものですね、インフルエンザとかそれから通常のコロナウイルスとか、まあ、そういうことを考えながらやっていかなきゃいけないと思います。私はそう思います。いずれにしてもですね、で今日は感染経路です。やっぱり感染を当たり前のことですけども、感染を避けるというのはですね、国民がやんなきゃいけないことなんですよ。お医者さんがやることではなくて、どっちかっていうとお医者さんではなくて国民がやんなきゃいけないことなんですね。お医者さんっていうのはコロナウイルスにかかった人を治すという意味がお医者さんですから、感染つまり病気にかからないようにするためにはですね、やっぱり国民が協力しなきゃ、協力っていうか自分で守らなきゃいけないわけで、自分で守るためにですね、今私は国民の一人なんですけど、分からないんですよ。何が分からないかって、一番分からないのが感染経路ですね。感染経路が分かんなかったらですね、防ぎようがないんですよ。でクラスター、クラスターと言ってますけどね、クラスターっていうのは、厚労省はいいんですよ。厚労省はその状態がどう変わるか、それから知事さんとかそういう自治体もクラスターの調査は役に立ちますよ。しかし我々国民はですね、クラスターはほとんど関係ないんですよ。だって仕事は仕事でしなきゃいけないし、出かけるとこは出かけるとこで出かけなきゃいけないんですよ。でそれを自粛する必要ありますよ、接触を少し減らすために。だけどもそれはここに行っちゃいけないとかいうことはなかなかできないんですね。ですから、まあ、クラスターの多いところでもむしろ感染経路が重要なんですよ。ですからクラスター、どこでクラスターができましたとかいう報道が一生懸命テレビで行われますが、クラスターの存在よりか先にですね、感染経路を教えてほしいんですよ。で基本的な感染経路、まあ、これはですね、厚労省の国民向けの説明に詳しく書いてありますが、
詳しくっていうのはポイントが外れてるんですね。厚労省的お役人的説明に終始してるんですよ。ここでね、私が言いたいのはですね、新型コロナウイルスだいぶ進んでますし、それからインフルエンザウイルス、まあ、空気感染主体としたインフルエンザウイルスとか、通常の接触感染が主体としたコロナウイルスとか、もう過去に膨大なデータがあるんですよ。で、今度も随分もうデータが増えましたんで、私はね、厚労省が思い切って、医学会でもいいですよ、感染学会でもいいですが、思い切ってね、大体の目安を示してほしいんですよ。こういうのを役所やらないんですよ、責任問われるから。だけども私はね、こう書いたらいいんですよ。7月の中旬時点における最も専門家が考えた可能性のある感染経路はこういうとこから感染したのが5割とか、ここから感染するのが3割とか書いてくれると僕らは具体的に防げるんですよ。で、こういう例が一番良くないんですね。例えばね、空気感染もしますなんて言い方が困っちゃうんですよ。空気感染もしますっていうのは、100人に1人が空気感染するのか、100人中80人が空気感染するのかが分からないんですよ、普通の場合ですね。僕も分かりません。私はこう文献を読んでるので、どうも接触感染だな、接触感染って言われてもよく分かりませんね。ですからもう少し具体的にもっと踏み込んで厚労省言ってほしいんですよ。例えばですね、最初の頃に屋形船で感染した、だから密だって言うんですよ。だけどそれはね、もう普通に情報を見てたらそのものは信じられないんですね。っていうのはですね、日本は人口密度ものすごく高くて、それで電車通勤があって、それで職場もですね、集合して仕事を、机を並べて仕事をするという、まあ言ってみれば欧米に比べると非常に特殊な密の状態なんですよ。特殊な密の状態なのに日本が一番感染が少ないんですから。だからいくらね、3密つったってね、この問題はもう一回やりますが、3密つったってそれはね、常識としてそうかと思えないってことなんですよ。3密って言ってる人はね、国民でもちろんいますよ。それは NHK を見たりなんかして頭が動かない人なんですよ。だからちょっとでも自分で考える人は、いや3密つったってねって、日本ずいぶん密だからねと、まあ、いうことになるんですよね。だからそういうその国民をバカにしたような説明じゃなくて、とにかく例えばですね、私だったら公衆トイレが気をつけなさい、ノブが一番いけないとか、それからスーパーで買ってきたもやしの袋とか、まあ、そういったものに、コロナがついてるかもしれないから、そういうこう人に触るものに気をつけなさいとか、外に行った時に、いろんなものに触りますよね。したらアメリカではこんなこと言ってますよ。マスクをするのは咳ではないと、手を口に触らないためだと、まあいうふうに言ってますよね。だからかなり具体的なんですよ。日本ではね、そういう具体的なことを言わない、まあ、日本語の性質がそうですからね。だから曖昧になっちゃうんですけど、この際感染経路をパーセントで示してほしいんですよ。思い切って厚労省の人思い切って示してほしいんですよ。現在はこう考えられるでいいんですよ。それで私はね、大きな声で喋って映るっていう例が非常に少ないと見てるんです、私は。だけどそれは厚労省がちゃんと言ってくれれば、もちろんデータがついてればもっといいし、データがついてなくても少なくとも数字を言ってほしいんですよ。この前ね、ある専門家からね、武田先生そんなこと言うけど、そんなこと言っちゃいけない、空気感染もするんだからって言ったんですよ、私に。で、私は何パーセントですかって聞いたんですよ。したら全然答えないんですよ。それじゃあ専門家じゃないんですよ。それはね、もちろん空気感染もするんですよ。キスをすればそれでもするんですよ。だけどもどういう割合で今感染が進んでるかというのをクラスターじゃなくて説明してほしいんです。そうしないとですね、我々の防ぎようがないんですよ。クラスターなんて言われたってね、防げないんですよ。それで感染経路ごとにどうして防ぐか、例えばスーパーとかコンビニの袋とか商品の表面についてるとしますね。それが5割だとしますよ。そしたら家に持って帰った時に玄関で消毒液をさーっと袋にかけなきゃいけませんよね。だけどそれはする必要あるのか、それともこう例えば着物についてるのかですね。
どこにいるのか、今例えば感染者が増えてるって言います。これは PCR 検査の問題があるんですけど、それはちょっと後でお話しますので、PCR 検査で感染者が増えてる増えてるって言ってるんですからね、まあ、厚生省の発表はそれほど言ってないと思いますが、まあ、テレビが言ってるわけですよ、 NHK が。だからみんながそれに左右されるわけですね。だからまずはとにかく第一希望、私の第一希望は感染経路をパーセントで示してくれということなんですよ。パーセントで7月の中旬で日本の最高の人が、感染経路をパーセントで示してくれたら、私はそれが間違ってても文句言いません。自分が判断するよりか正確だと思うんで。だけど何しろ役人ですからね、絶対にパーセントって言わないんですよ。数字を出さないんですよ。だけど数字を出さないとわからないんですよ。その数字もですね、接触感染が何パーセント、空気感染が何パーセント、飛沫感染が何パーセントって言い方すると、そのまた中がわかりませんから、もっと具体的に、最も感染するのは手からだとか、それからスーパー、コンビニの袋からだとか、それから、いやそうじゃないんだと、なんか知らないけど大きな声で話す時なんだとか、そう3密なんていうんじゃなくて、もっと具体的に言ってほしいんですね。まあ、それがとにかく希望です。今日の希望ですね。それから狙い撃ちしてますよね。例えばあの東京の新宿と池袋とか、それからホストクラブとか、なんかそういうに飲み方のところとか狙い撃ちしてますね。あの狙い撃ちの理由は何かっていうのを言ってほしいんですよ。狙い撃ちするってことは、感染の多くがそこで発生してるのか、つまりそれだったらね、全然簡単なんですよ。ホストクラブと飲み屋に行かなきゃいいんですから。だから本当にあの狙い撃ちしてるのはそこで多くが発生してるのか、それとも一般の電車の中とか3密のところね。3密ってね、飲み屋だけじゃないですよ。飲み屋ってそれほど3密じゃないです、現在は。そんなにごたごたしてるわけじゃないんですよ。むしろ3密の飲み屋が悪いのか、それとも飲み屋のグラスにね、お酒を飲むグラスとかおちょこについてんのか、それね、やっぱり具体的に言ってくんないとね、もうそろそろ、まあこれだけしつこく言いましたから、ぜひ厚労省と医師会、医学会ですね、主にね、医師会はもうこのところ行動を見てるともう金にまみれてダメなので、むしろ医学会がですね、もっと奮闘して組織的にやってもらいたいと思います。まあ、若手の医師がですね、結構ブログに出てきましたんで参考になりますけれども、やっぱり医学会とかね、そういうところがこういう時には役に立たないとですね、まあ、ダメなんですよ。まあ私もあんまり言えませんね。福島原発が爆発した時に原子力学会はほとんどステートメント出せませんでしたからね。気象学会に至っては理事長が福島の風を発表するなと学会員に命令するぐらいで、むしろデータの秘匿は学会がやりましたからね。だからまあちょっと原子力も恥ずかしいんですが、まああの医師会はもっと人間の命に直接関係してますので、ぜひ医師会も組織的にですね、委員会を開いたり研究会を開いたりして、それをオープンにして、そして有用な定量的なデータを出してほしい。まあ、それによって国民の理解も一層高まりますからね。だからお医者さんもブログでですね、いや医師会がいい加減なこと言ってるなんてこと言わないでほしいんですよね。みんなが理解が進んでいかないと、こういった国民総出でやるようなことは成功しないんですからね。まあ、そういうことでお願いしたいと思います。